お世話になっております、マサルです。今回は VPN の暗号化範囲と認証範囲について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずは少し復習として、 IPSec のモードであるトンネルモードとトランスポートモードについてお話しします。その後、トンネルモードとトランスポートモードでどのように暗号化範囲と認証範囲が変わるのかをお話しして、最後に過去問に挑戦してもらいます。それでは始めましょう。 IPSec のトンネルモードとトランスモードについては過去の動画で勉強しました。トンネルモードは VPN 機器同士で暗号化、複合を行うモードです。クライアントは送りたいデータをそのまま VPN 機器に渡して、 VPN 機器が本来送りたい相手先の IP アドレスの情報を含めて暗号化を行います。このままでは IP ヘッダーが暗号化されてしまって配送することができなくなってしまいます。そこで新しい IP ヘッダーをつけます。この時つける IP ヘッダーの宛先は対抗の VPN 機器の IP アドレスの情報が入ります。この情報が対抗の VPN 機器に届き、対抗の VPN 機器では新しく付けられた IP ヘッダーの情報を取り除いて暗号化を複合してデータを元に戻した状態で宛先に届けてあげます。このように通信経路中で本来送りたい宛先の情報が暗号化できるというのがトンネルモードの特徴でした。 VPN 機器同士でトンネルを作ってあげて、そのトンネルを使って送りたいデータを安全にやり取りするイメージです。一方、トランスポートモードはモバイル機器など VPN 機器を用意することができないクライアントが IPSec を利用するときによく利用するモードです。クライアントに VPN ソフトなどをインストールすることによって送りたいデータを暗号化できるようにします。この時、宛先 IP アドレスを含んだ IP ヘッダーを暗号化してしまうと配送することができなくなってしまうので、宛先 IP アドレスは暗号化することができません。データの受信者は暗号化しているデータを複合してデータを取り出すことができます。トンネルモードは VPN 機器なしで VPN の通信を実現することができる利便性が高いモードです。しかし、宛先 IP アドレスの情報が暗号化されていないという点においては、トランスポートモードの方がトンネルモードよりもセキュリティ強度が低いと言えます。トンネルモードとトランスポートモードは先ほどお伝えしたように暗号化する範囲が異なります。過去問ではどこからどこが暗号化されているのか、そしてどこからどこが認証範囲なのかが問題として出題されています。しっかり理解できるようにしておきましょう。まずは ESP を使ってトンネルモードで暗号通信を行う場合で考えていきます。その場合の暗号化範囲はオリジナルの IP ヘッダから ESP トレーラーまでが暗号化される範囲です。オリジナルの IP ヘッダが暗号化されるというのは先ほどお伝えしたトンネルモードの特徴でしたね。ただ気になるのはこの ESP トレーラーです。 ESP トレーラーはデータの一部だと思ってください。暗号化するには特定のデータの大きさに揃えてあげる必要があります。もし特定の大きさにならない場合は ESP トレーラーにデータを詰めてデータの大きさを調整してあげています。なので ESP トレーラーはデータの一部だと思ってください。なので暗号化範囲に含まれます。次は認証範囲です。認証範囲は ESP ヘッダから ESP トレーラーまでです。この範囲が完全性を保っているのか検証するためにメッセージ認証を行います。この認証範囲に対して特定の計算を行い、算出したデータが ESP 認証データに格納されます。受信者は送信者と同じように認証範囲に対して特定の計算を行い、格納されている ESP 認証データと情報が一致するかどうか確認することで認証範囲のデータが改ざんされていないことを確認することができます。次はトランスポートモードの場合です。トランスポートモードの場合はオリジナルの IP ヘッダを暗号化せずにそのまま利用します。暗号化されるのは TCP、UDP が格納されているトランスポート層から ESP トレーラーの範囲です。そして認証範囲はトンネルモードと変わらず ESP ヘッダから ESP トレーラーまでです。オリジナルの IP ヘッダは暗号化されずにそのまま利用されることを覚えておきましょう。それでは最後に過去問に挑戦してみましょう。ネットワークスペシャリスト平成28年秋午前2問7の問題です。図は IPv4 における IPSec のデータ形式を示している。
ESP トンネルモードの伝文中で暗号化されているのはどの部分かという問題です。あ、い、う、え、どれが正しいと思いますか？少し考えてみてください。それでは正解を発表します。正解はうですね。オリジナル IP ヘッダから ESP トレーラーまでが暗号化されます。つまり今塗りつぶしている範囲が暗号化されて送られることになります。複合するときには ESP ヘッダに含まれる制御情報を使ってデータの複合を行い、 ESP ヘッダから ESP トレーラーまでの情報が完全性を保っているのかを認証データを使って検証します。各モードの暗号化範囲と認証範囲をしっかり覚えておきましょう。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティとツイッターを使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは無料お試し期間もありますので、ぜひ遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回は VPN の暗号化範囲と認証範囲について勉強しました。 VPN はいろいろ覚えることが多くて大変ですよね。どうしてそうなっているのかをイメージしておくと覚えやすくなると思います。トンネルモードは VPN 機器が新しく IP ヘッダをつけて配送するので、複数のクライアントで利用することができます。さらにオリジナルの IP ヘッダを暗号化することができるので、その分安全です。トランスポートモードは VPN 機器を利用しないので、モバイル端末からでも利用しやすく利便性が高いです。しかし IP ヘッダを暗号化することはできないので、少しセキュリティ強度は落ちます。こんな風にどうしてそうなっているのかも合わせて勉強すると定着率が高まると思います。できるだけ自分に説明するつもりで、どうしてそうなっているのかイメージしながら学習を進めていってください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。